フリードリヒ・ビルヘルム・アーダルベルト・フォン・ブレドーはプロイセン王国の軍人。最終階級は陸軍中将。不屈戦争にて死の気候と呼ばれる騎兵突撃を勧告し、近代戦における騎兵史上数少ない勝利を収めたことで知られる。ハーフェルラント軍フリーザック出身。父はフリードリヒ・フィリップ・レオポルド・フォン・ブレドー少佐ポツダム及び ベルリンの士官学校卒業後、1832年2月、軍総任官、ポツダムのこの絵表記兵連隊の所属となる。49年より、大隊長を拝命、同年エリー絶滅イリエ9ネと結婚。56年少佐に昇進、第一流記兵連隊夫。57年第三表記兵連隊夫。1859年、第四流記兵連隊長。 広島戦争では、大佐として、アドルフ・フォン・ボニに率いる、第一軍団霊下の第二騎兵旅団長、トルトノフ、ケイニヒグレーツの戦いに参加。戦後、少々に昇進し、第七騎兵旅団長。突撃するブレドー旅団霊下第ヤリ槍騎兵連隊1870年の、不仏戦争では、コンスタンティン・フォン・アルフェンス・レーベン大将を率いる。 第3軍団の騎兵第5師団霊下第12、騎兵旅団長として参戦。同旅団は、第7強行騎兵、本在ドリッツ連隊、第13流騎兵、シュレスビヒホルシュタイン連隊、第16ヤリ騎兵、アルトマルク連隊から構成されていた。8月16日、マルスラトゥールの戦いに参加したブレドーは、ブランジートロ郊外に旅団を展開させ、 普通軍と対峙していたが、左翼に展開するフランスはセルテーヌド・カンロベル元帥、率いるフランス軍第六軍団が、攻勢に転々との意図あり、また左翼最前線に立つ広し第六師団は、敵方兵部隊より攻撃を受けていた。午後二時、ブレドーは、ユリウス・フォン・フォークツ・レッツ軍団参謀長を通じて、軍団長より、ルゾンビル北西高地に展開する敵の方兵部隊を、沈黙させ、 優軍第六師団を救援するべく第七強行騎兵及び第十六槍騎兵の二個連隊計804機をもっての突撃を命じられる。この死の機構で半数近くを失う二世を払ったものの、出罠で不意打ちを食らったフランス軍将兵のセには大きくくじかれ、また追撃に向かった4倍規模の敵騎兵二個師団は追撃に失敗した。この突撃は戦術家たちに 騎兵の有用性を再確認せしめることとなった。1871年1月中将に昇進、戦後第18不評師団長。また1873年12月10日、功績により一等石州勲章を受章。詩人テオドール・フォンターネは、マルス・ラトゥールのブレドーを表し、また、日本でも1905年に、山本森重騎兵将委作詞の軍が、 ブレドー旅団の襲撃が作られた。1890年、自宅にて死去。去年75。ただしマルスラトゥールの戦いではブレドー旅団の襲撃前、フッツコノエ強行騎兵連隊が、広市第52連隊、第2大隊を襲撃、また、広市第11表記兵連隊及び、第17連隊は、フランソワーシルバゼーヌ元帥自ら陣頭に立っていた。 この絵砲兵部隊に襲撃を加え、バゼーヌを、あわや捕虜寸前まで追い詰めており、この後も、この絵竜気兵第一連隊が、フッツ第四軍団グルにシダン霊下戦列第十三、不評連隊に数度突撃し、連隊長、アウエルスバルト大佐や公爵ハインリヒ十七世位、ロイスツーケストリッツ隊が選出するなど、大きな被害を被りつつも、任務を遂行。 この駅砲兵第1中隊の護衛を任せられた、このエリュー騎兵第2連隊第4中隊も、フッツアフリカ領騎兵第2連隊と戦闘を行い中隊長のヒンデンブルク隊員が戦死、そして騎兵第5師団は6時45分頃フッツ大4軍団騎兵第1予備騎兵の2個師団及び、このエ第2騎兵旅団との全面戦闘を行っているなど、いずれも、 大きな損害を受けつつも騎兵が大きな役割を果たしている。ありがとうございます。